JR 五日市線沿線歩き旅をやりたいと思います。 JR 五日市線沿線を歩いて拝島駅からスタートして終点の武蔵五日市駅まで歩いてみたいと思います。旅のゲストをお呼びしています。ロニーくんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。10時45分スタート。はい、じゃあフッサに入ります。はい、あっという間で、2分ぐらいでフッサに入ります。じゃあフッサ市だぴょーん、フッサ市だぴょーん。熊谷、はい、じゃあそれ行ったわけですね。じゃあ次の駅目指しましょう。行きましょう。はい、こうあ、ここがそう、熊谷駅、ほら玉川上水散策コース、もう多分この辺河岸段丘ですごい急になってんだろうね、この辺、ね、うん、玉川が近いから、ちょうど誰もいないから、あ、待って、立ち漕ぎでもいいよ、ま、回すんですよ、コーヒーカップみたいな。こういう感じか。そうそう。こんな感じでしょ、ま、でもなんか地味だね、これ。いや、大丈夫ですよ。一定層には重要がある映像なんで。なんだこれは一体。こんなの重要、本当重要だ。早く終わったらね、まあ、とりあえずこれにしとこうか。あっち行くじゃん。そうだね、もう一周ぐらいしとこうか。いや、別に一人でないと別にそんな、あ、二度と会う人じゃないから。じゃあこう渡ると、秋野市に行きます。あ、そうそう、看板出てるじゃん、ほら、これ。あ、向こうですね、まだ遠いですね、五日市線の線も。またあそこで戻らないといけない。ちょっと遠いな。はい、秋野市。二宮神社ですね、ここ。そして池が、透明度の高い池がこちらです。ここから見たの？あ、本当は鯉がいる。これです。あ、でも確かに、でも下が見えるからね。よく綺麗でしょ？そう。で、鯉もなんかこう、いろんな鯉がいるね。ねえ、錦鯉が。ねえ。すごい、のびのびと泳いでますね。ねえ。あ、あったあったあった。これだ。はい、到着しました。はい、東あきる駅。はい、到着。二駅目かな。二駅目。今、12時10分。はい、12時10分。はい。こんな感じで。なんか、あれみたいで、隣のトトロみたいな。同じこと思った。今、僕、今、姉ちゃんがさ、トモロコシのこと言わなくて、今、その映像が思い浮かぶたからさ。トモコロシーってね。え、お母さん、お母さんにあげるの。お金カットされたよね。そうですね、すごい。一応、五日市線沿線歩き旅っていう旅なんで、一応。そうしちゃったもんね、オープニングで。そうそう、一応線路が歩かないとね。あ、来た来た。あ、出ちゃってる。なんで笑ってんの？はい、秋ヶ駅到着で1時17分ぐらいですかね。はい、到着。じゃあどうぞ。あ、秋川駅です。すごい男だね。じゃあお願いします。1回だけ。ロニー君が千円自販機に挑むそうです。はい。ここ行ってみます。はい、お願いします。あ、結構いい音。あれ？
時計って書いてある、あ、時計だ、デジタルウォッチって書いてる。あら、お、やったじゃん。あ、時計、あら、時計、時計で出ました、当たりです。時計が出ました。てってでーん、たったたー、時計。え、でもこれって1000円いいじゃん。それじゃあ早速つけていけばいいじゃん。普段君時計しない人だから。しないけどね。じゃあ一番これは。おめでとうございます。まあ、使えるものでよかったよね。あ、よかった。時計だったらまあ、あれか、1000円。ねえ。まあ、私、音がなんか、ああ。別に使えないものじゃないし、部屋に置いといてもね。あ、そうそうそう。よかったね。渡って、ちょっと北に。武蔵引田駅、武蔵引田だね、引田だね、引田駅、はい、着きました。引田天候、これは引田市。まっすぐ行った方がいいかな、はい、着きました。武蔵益子駅、あ、武蔵益子駅、武蔵益子駅、マスコだね、マスコ、はい、マスコです。武蔵益子駅、到着です。はい、はい、マスコ直美。もう山とかもすごい近づいてきたのかね。え、五日市の、うん、そうだよね。なんかほらここで公開になってるからさ。あ、本当だ、これだ、これ辿ってけば、あの終点の武蔵五日市駅っぽいね。なんかこの高架見覚えあるかな。あ、あれじゃない、ゴール終点。はい、武蔵五日市駅ね、ゴール、味のある木製看板です。いいですね。4時54分ゴールです。おめでとうございます。はい、はい、まあ、よろしくお願いします。大丈夫ですか、もう目がもうなんかとっさにうつろですけど大丈夫ですか。いやじゃあとりあえずそれゴールおめでとうございます。いや、お疲れ様でした。ありがとうございます。東京都東村山市の東村山駅に来ております。今日の企画はですね、題して東京都と埼玉県の県境を、狭山丘陵の県境を歩こうという企画です。おそらくここが県境ですね。じゃあここからスタート。これ県境なんだね、面白いですね。なんかこのちょっとラインっぽいのが多分県境ですね、これきっと。
あ、でここが都立八国山緑地。もうこっち東京ですね、今。結構上りになってます。あっつ。山火事注意、所沢中央消防署。で、道を挟んでこっちが、都立八国山緑地。まさに、県境。This is 県境。いやだ、無事突破しましたけど、だいぶやばいね。さすがにね、もう山の中なんで誰もいないんで、ちょっとマスク外させてもらいますけど、これマスクしてたらだいぶ蒸し暑いですよ。まあしてなくても結構暑いですからね。あ、西武園駅は向こう、こっちですね。雨の日は滑りやすいので注意してください。その通りです。ここの辺からスタートしたんですけど、この尾根伝い、狭山丘陵ずっと県境行って、今ここですね。で、もうちょいで西武園駅。あ、出た出た。ふぅ、アスファルトの道。すみません、西武園駅に着きました。でも東村山からたった一駅しかまだ歩いてないですね。あ、なんか今日やってるみたいですね、西武園競輪場。ちょっとね、3連単、次回狙いたいと思います。今日は先を進みます。はい、来ました。卵ですね、村山貯水池来ました。あ、卵です。お、これすごいね。景色がいい。なんかここまで来た甲斐がありますね。やっぱ結構貯水量多いですね、雨が続いてるせいか。結構来てます。はい、再び県境の道路に出ました。ここはあの自転車道なんですけども、歩行者も歩けるんで、この多摩湖沿いにですね、サイクリングロードがあるんですけども、とりあえず、この多摩湖の北側がですね、ちょうどその東京都と埼玉県の県境の道になっているので、ここちょっとしばらく歩く感じになります。あ、来た来た。レオライナー来ました。レオライナー。レオライナーだ。乗りたいな。ここからね、次回また再スタートしますんで、ご了承ください。それではですね、県境旅、後編に続く、後編もお楽しみに。はい、ここが前回の終了地点ですね。まあ皆さんの記憶にも新しいと思いますけど。スタート。ちょうどここは東京都なんですけども、また今回もちょっと Google マップ見ながら、ちょっと歩いていきましょう。はい、ここから東京都に入ります。県境ですね、ここ。ここから東京都ですね。はい、まず東京都入りました。こんにちは。バイバイ。で、ゴールちょっと乗ってないんですけど、この県境に住んで、この辺があの、東京都と埼玉県の県境の国道16号が交わるところがありますので、そこまでちょっと目指したいと思います。壮大なね、ルート。歩行者とかはね、大丈夫ですので、ちょっと行ってみましょう。レッツゴー。しばらくこの県境の道行けるんで、ちょっと行ってみましょう。なんか開けたところに出ましたね。この六地蔵という場所だそうですね。一般の方立ち入り禁止エリアになってるんで、
ょっとここ入れないんですね。ちょっと一旦県境沿いの道から離れて、こっちから、ちょっと東京都の方、武蔵村山市内をしばらく通過して、瑞穂の方に抜けたいと思います。ここは六道山公園ですね。はい、みんなの大好きな、レンガの塔がありますね。ステージがあって、こっちですね。レンガの塔。懐かしいね。もうここからは迷わずに行きたいね。こっちです。県境。ここはじゃあ県境だ。今日はぬかるみはほとんどないんで助かりますね。あ、なんか出たぞ。ここはじゃあ東京都ですね、今ここに。私が今いるのは。あ、なんとか。狭山丘陵から降りてきましたけど、なんだろうここは。ああ、よかった、やっと狭山丘陵脱出しました。ゴールの国道16号まで行きましょう。ちょっと県境辿って行きます。おお、狭山茶畑だね。いいところですね。ここ入間市ですね。あ、また茶畑ですね。見てください、狭山茶美味しいからね。もうあとこれまっすぐ行くと国道16号にぶち当たるんで、そこがゴールですね。はい、国道16号です。そこですね。そうかな。はい、というわけでここがゴールになります。はい、東京都の看板つけました。ゴールです。ありがとうございます。つけました。今回の企画はね、無事に旅は終わったんですけども、まあ、ちょっとね、旅行けない人とかもね、この動画見て旅した気分になれたら幸いです。またね、どっかちょっと近場でね、旅にできたらちょっとやりたいと思いますので、またいろんな旅でお会いしましょう。今日はですね、歩いて入ろうという新企画なんですけども、この中央自動車道の石川パーキングエリア、ここですね、実は車持ってなくても歩いて入れるそうなんで、ちょっと僕はペーパードライバーなんで、歩いて石川パーキングエリア散策してみたいと思います。で、今私はですね、この JR 八高線の小宮駅っていうところに来たんですけど、ここが最寄り駅みたいですね。で、ここから歩いて石川パーキングエリア、中央自動車道ですね、八王子市にあるパーキングエリアなんですけど、ここでちょっといろいろ八王子のご当地グルメも食べられるそうなんで、ちょっと行ってみたいと思います。じゃあ歩いて入ろう。はい、矢地川かな、川に出ました。ちょっとね、道間違えちゃって遠回りしちゃったんですけど、ここから巻き返していきましょう。ちょうどね、今このロケ日がお盆の帰省期間中なんで、多分下りの方はちょっと混んでるかもしれないですけど、ちょっと行ってみましょう。あ、ちょっとひまわりが咲いてますね。夏ですね、ひまわり。やっぱね、夏はね、テンション上げていかなきゃダメなんですよ、本当に。あ、あれです、これ中央自動車道かな。あ、でもこれじゃないかな、このこれだ、フラットパーク。ちょっと入ってみましょう。入口発見。意外とあっさり見つかりましたね。あれ？あ、もう、こう、石川パーキングエリア。来ました。入りました。到着。あ、結構人いますね。
あ、ほんと簡単に歩いて入れちゃいますね。はい、石川パーキングエリア上りですね、こちら、到着しました。八王子ラーメン食いましょうか。はい、来ました、八王子ラーメンです。はい、八王子ラーメンですね、ご当地ラーメンの八王子ラーメン、この石川パーキングエリアで食べることができます。これ八王子のね、ご当地ラーメンです。うん、うん、食感がシャキシャキしてうまし。はい、ごちそうさまでした。はい、石川パーキングエリア、ここでお土産屋さんも結構ありまして、山梨県のお土産が結構たくさんありましたね。甲府鶏もつ煮屋、信玄餅とか、結構山梨県のお土産も、買い忘れてもここで買えるってことですね。黒玉を買いました。ちゃんと買いましたよ。これは、ね、山梨県の名物のお菓子なんですけど、これね、美味しいんでおすすめです。まあ多分今あの画像がちょっと出てると思うんですけど、黒い、卵みたいなね形の和菓子なんですけど、ぜひこれおすすめです。山梨行った際に食べてください。でもね、ここでこうやってあのここ東京都八王子市のパーキングエリアなんですけども、あの山梨県に行かずに山梨県のご当地グルメやお土産が買えますんで、こういう、利用方法もありだと思います。クラットパーク石川下り線、こっちですね。行ってみましょう。これね、自転車でも来れますね。ああ着きましたね。簡単に入れちゃいました。あ、結構こっちも賑わってますね、結構。はい、こちらですね。あゆげスタッフ。しっかり教えてました、この存在を。そしてから急に押していきましょう。あ、いいんじゃないですか。石川パーキングエリア。そんなわけで、まあ、あの、新企画、歩いて入ろう。中央自動車道石川パーキングエリア編でしたけども、またどっかね歩いて入れるパーキングエリア、サービスエリアあったらちょっといろいろ行ってみたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。以上、わじ旅チャンネルでした。ありがとうございました。歩いて入ろう第2弾です。神奈川県相模原市緑区にあります、この JR 中央線の藤野駅ですね。この近くに、歩いて入れるパーキングエリア、その名も藤野パーキングエリアがあるそうなんで、そこちょっと歩いて入ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。結構ね、この山あいの景色がすごいいいところですね、ここは。これね、JR 中央本線渡りました。あ、これじゃないですか？いきなり出てきた。見つけました。プラットパーク、富士の下り線と上り線。上り線からちょっと行ってみましょうか。行ってみましょう。ちょっとぐるっと回って行ってみます。なんか、本当にすぐでしたね。5、6分で来れました。これね、近い方ですよ、これ。このトンネルをくぐると、富士野の上り線の方に入れそうです。お、なんかちょっと面白いぞ。すごいなんか冒険やってるみたい。あ、真っ暗だ。本当あのライトないところは全く真っ暗ですね。トンネルを抜けるとそこはプラットパークだった。こっちか。そうですね、40m。 はい、来ました、プラットパーク上り線。いらっしゃいませ。ここですね、入りましょう。はい、歩いて入りました。あ、本当にこうモスバーガーありますね。モスバーガーかと
もしもセット食べます。いただきます。フラットパーク富士の下り線の方ね、行ってみましょう。ファミマがあるみたいなんで。あ、こんにちは、かわいいミケちゃん。ここが富士のパーキングエリア、下り線ですね。もうほぼファミマですね。巨大ラブレターがですね、こっから見えるんですね。さあ、 GoPro で映るかどうか。コンビニ見たんですけど、ちょっとあの山梨のお土産は結構あったんですけど、富士の町、旧富士の町エリアのお土産ちょっと売ってなかったんで、今回ちょっとね、売り切れてたんだと思うんで、ちょっとゲットできませんでした。久々にやりました、歩いて入ろう富士のパーキングエリア編でした。というわけで、次回ですね、歩いて入ろう第3弾どこにあるか分かりませんが、また、お楽しみに。というわけで、ペーパードライバーでも楽しめる高速道路のパーキングエリア、サービスエリア特集ですね。次回も第3弾お楽しみに。アデュー。